アウグスト・マックス・フィードラーは、ドイツの指揮者、作曲家、ピアニスト、オーバー・ラウジッツのツイッターウに生まれる。音楽教師であったジップ・カール・アウグストより、最初の音楽教育を受けた後、1877年から1880年まで、ライプツィヒ音楽院で、ピアノと指揮法を学び、その間グスタフ・アルブレヒトに指示した。若い頃に、ヨハネス・ブラームスの曲を、 ブラームス自身の前で指揮したことがあり、ブラームスは公表を求められると黙っていなかったが、フィードラーの解釈には不平不満を並べなかった。1882年から1908年までハンブルク音楽院に教授として勤務する傍ら、1904年にハンブルクフィルハーモニー管弦楽団の指揮者に就任した。演奏旅行も精力的にこなし、 1905年にニューヨークフィルハーモニーを指揮してアメリカ合衆国にデビューし1907年にはロンドン交響楽団を指揮している1908年に渡米してボストン交響楽団の音楽監督に就任した1912年にドイツに戻ると1934年までエッセンの音楽総監督に就任した裁判年は ベルリンやストックホルムに客演指揮者に迎えられ、1939年にストックホルムに隠しした。作曲家としては、公共曲、序曲、ピアノ五重奏曲、弦楽師重奏曲、ピアノ曲、歌曲を手掛けた。ありがとうございます。